レオです。今回は BOCW やっていきたいと思います。あの WXP が終わったんですよ。なのでこの WXP トークン今かける2残ってるので1時間のやつ、あの前回同様いろんなチャレンジ終わらすので、まず最初にね、この渡辺前のクラスのこのシグマ2のね、シャープシューターね、250キルのうち243、これキルっていうのはあの敵をキルでも、もちろんカウントされるんだけど、あのスコアストリーク UAV とかカウンター UAV とか落としてもこれキル扱いになるので、あと7キルっていうことですね。であとこの高橋ジュリのクラスのこれストナー63の、今ホワイトボードにも書いてるんで、さすがに覚えきれないんで、でこれヘッドショットが100回中95回であと5回まですということで、あとこれはちょっと時間かかるかな、分からんけど、あとロングショットがこれ25回中22回まで進んでるので、あと3回で終わるんで、あと次にこれ、あ、これじゃないな、あ、だよ、あとこれですね、マグナムのあ、待てよ、これはあ、ディアマティですね、これね、これは柏木由紀のクラスで、これディアマティのこれじゃないな、これですね、検知スタン不良、視界不良になって敵を25キル中23キルであと2キルで終わるので、あとこの福岡聖奈のクラスのこのマグナムのこれじゃないんですよね、これですかね、素早く2人以上の敵を素早く20回キルのうちあと1回なんで、でこれまで多分やると思うんで、で次これは山根スザのクラスの、これはガルハワー77のゼロ距離キル、あと7回、これちょっとやるかわからないけどね、これは終わると思うんで、2人以上の敵を素早く20回キル、16回まで進んでるんで、ここまでちょっとやろうかなと思ってるんですけどね、ちょっとわからんね、とりあえずこれは終わらせたいなと思って、であとこれはガルーロ SA12 のこれもダブルキルのやつだね、これですね、素早く2連、あの2人以上を2人以上の敵を素早く25回キル、もう20回まで進んでるんでね、あと2回あと5回ですね、でこれ 高山和美のクラスの頃ストリーツリーパーのこれも一緒かな、これですね、2人以上の敵を素早く20回切る、今17回まで進んでるんで、ここまでちょっとやろうかなと思って、で最後にこれをやるの、これをやるんで、これ脇差しのこれ75キル中64回まで進んでる、あと11キルで
この脇差し近接攻撃で忍者組み合わせてるんで、でこれあのチャレンジがあるんで、このシーズン3期間限定のこれですね、サイレントアサシン忍者デッドサイレンスを使用してダメージを受けずに近接スキルを50回達成、もう49キルやってるので49回まで進んでるので、あと1回でこれコーリングカードとあとプラス 5000XP ダブル XP トークン使うんでね、1万 XP 入るんでこれだけで、であと今オペレーターこれこのガルシアのワイヤーストックアタッチメントを装備したショットガンで25キル、これは一応終わらないと思うんだけど、一応進ませることできるから、このストリートウィーパーにストックワイヤーストック組み合わせてるんで、あとこのガルーロ SA12 にもワイヤーストック組み合わせてるんで、ただあのハワー77はワイヤーストックがないんですよ。だガルーロ SA12 とストリートウィーパーにワイヤーストック組み合わせてガルシアのチャレンジやるんで、はい、これちょっと一旦切りたいと思います。はい、レオンです。これ途中さんから言ったんだけどね、ニュークタウン尽くしの今回の BOCW ニュークタウン尽くしのキルコンで遊んでみたいと思います。これ渡辺の前のクラスに入れてたんだけど、これに変えるんでね、高橋のクラスでまずストナーヘッドショットとロングショット終わらすから、はい、ロールドアイセムタックスを投げる、来るからロングショットがね、あと何回だったか2回ずつぐらいだと思うんだけど、ロングショットとヘッドショット2回ずつ、ちょっと来ないね、あ、いいか、ちょっとヘッドショットを先終わらそうから、隠れろ、スナイパーランプがいるとか、あ、ヘッドショット入った、あと1回だ、ヘッドショット今出たでしょ、とりあえずまずヘッドショット終わらすから、あ、ダメだ、終わらんね、パーティー入ってんのかな、よしよし、ヘッドショット終わった、あとロングショット2回やればいいんで、ここがいいっすね、ロングショットは。こことか、スモークやってるのが、あ、うまい。スナイパーライフルがいるのが、厄介ですね。あ、ストーナーレベルも上がったな。あ、ロングショットもあったな。で、今度ね、シグマ2なんだけど、スコアストリークも出てないのか。変えとこうから。別のやつに今度これですね、イリアマンのクラス XM4 ジャマーやって、ジャマーを展開する、頭がないな、我々がリードしている、レベル198に上がった、これでマスターなれるんじゃないのか、キルコンだったらすぐ終わるからね、 XM4 は何だったかな、ヘッドショット1回だけじゃなかったから、ヘッドショット1回だけだ、 RCXD これ多分終わらないんじゃないかな、全部は2回ぐらいに起きないと多分終わらないんじゃないかな、ヘッドショットどこまで出せるかだな、ちょっとヘッドショットじゃない、バザか、
あ、ヘッドショット終わった。で、次で。次は、あ、ディア、これだな。あ、偵察機出てるな。これ、ちょっと、そうやって死のうか。よしよし。2回、これやらないといけないから。敵の偵察機だ。もう1個出てられるか。敵の偵察機を撃墜。あ、終わった終わった。シャープシュート終わった。キルでもいいんで。次これですね。これイリアマ、これだったから。ディアマティですね。終わらんね。結構進んでるな。ディアマティがね、検知スタンのやつだね。これはちょっと時間かからないかな。だよ。終わらんね、これ。ちょっと。間に合わんね。やっぱハードポイントがいいな。カウンター偵察機の作戦投入を直接。敵のカウンター偵察機が接近。何を言ってる？あ、死んでなかったか。終わらんだ。フィールドマイクを使う。フラッシュバーン、行くぞ。はい、ダメだなこれ。2回。あ、終わった終わった終わった。まだやれる。今度マグナム。ちょっとハードポイントの方が、でも進んでるな、でも。キャパキやるか。キャパキもしかして落としてるの俺。あ、反対に落としてるのか俺。素早く。あと1回だなこれ。終わってるな。次ね。あと1息だ。踏ん張れ。なん、あ、まだあるな。これやろう。ナイフ。あ、間に合わないから。スナイパーだ。隠れろ。ナイフまで間に合うかな。無理だね、多分。これダメージ受けずにキルしないといけないから無理だな。上空に敵の偵察機。で、結構進んだな。あ、いるな。ダメだな、間に合わんな。ちょっと多すぎたね、やっぱりハードポイント、やっぱり。あ、終わったんじゃない、もしかして。変わってないのか。やっぱりハードポイントがいいな。いいとも簡単にやってみせたな。これあと結構でも進んだな。あんな奴らに負けるはずがない。だいぶ終わってるよ。でもショットガンのやつ今回やらなかったな。27キロ、ま、チャレンジやってる時はあれなんで、成績は度外視であるんで。結構でも短い試合の中で結構進みましたね。だシグマ2のシャープシュート、あれスコアストリーク落として UAV かなんか落としてキルもやったからね。キルで最後気持ちよくシャープシュート終わったな。ちょっと全部はさすがに難しいね。あれこれ出ないな、あれが。困るね、これ。なんでこれ。198。結構進ましたね。こういう時に限って出ないのか。これ。まず終わらせたんで。これ。ヘッドショット100回。ストナーの。これベンガル迷彩ですね。でロングショット
勲章。これ25回か。で、フレクション迷彩。で、シグマ2のシャープシューター。あ、5キルってなってるんだ。なんでこれ。バグっすよね。終わってるのに。あ、またリセットされてあれなのかな。終わってるんだけどね、とっくに。で、次は、これっすね。ディアマティの。あ、だよ。XM4 のヘッドショット、これ75回で、このメッセージですね。で、これ、ディアマティの、これですね。マルチプレイヤーで、スコアストリーク装備、またはフィールドアップグレードにより、検知スタン、視界不良になった敵を25キルで、チェリーブロスタン迷彩。で、今、ダブル XP トークン使ってるから、あまり時間かけたくないんだけど、これ、今度、このマグナムの、ダブルキル、あ、どれだろう。これっすね。あ、これ、やらなかった。また続きやるかな。マルチプレイで2人以上の敵を素早く20回キルで、この、迷彩っすね。で、これまたやるんで、あんましできなかったけどね、ショットガンなんかもまだ残ってるんだけど、こういう感じで。あと何分残ってるんだ ?46 分残ってるんで、結構もう上がってるから、198。なんかあんまり上がってないみたいな感じなんだけどな。バトルパスもこれ、ティアも98まで上がってるんで、引き続きやるんでね、今回ね、このいろんなクラスで、ニュークタン尽くしのキルコンファームドで遊んでみました。あとよろしければ、あとスコアストリークはね、こういう感じで。あとよろしければ、チャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。